心の破滅ですわ<ー>心が追いついていけない状況になるってことですよ。<ー>今日は自宅からです。はーいあ、珍しい。今日休みですかえ今日休みですかいやー、なんか。ねえ。なんか。 ワンちゃんと一緒におるみたいな。あ、今日はワンちゃんと一緒にいる。ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃん。奥さんなぜか山口県、なんかあの人山口県好きなんやな。あ、なんで。峠。峠。昨日。昨日。昨日、朝出て行って。新幹線始発で行くわみたいな感じで。朝早くから出て行って、新大阪駅まで車で。で。 で俺は起きたら奥さん、さっき出て行って起きたら財布置いてたから、はい、財布忘れてるよって出ましたら,ら財布持ってきて駅までって言って、はい、昨日は新大阪駅まで持って行ってそれ、はい、で,で、えー、と夕方ぐらいにやっぱり今日は泊まるわ山口県民って言って<ー> <laughs> わワンちゃんとずっと遊んでますみたい、ね、<ー> <laughs> な,な今日もまたワンちゃんとねワンちゃんかわいそうやから一人,一人でおると。 はいはいはいは,い、はい、今日は後からマリーに行ってこようかなと思ってるんだけどあ今日じゃああれ基本的に業務的に休みなんですねあのお医者さんの方の医者の方にまあまあそうみんな休んでるのあいちゃんあのなんかワンちゃんが足にまとわりついててちょっと待ってな <laughs> こういうワンちゃん <laughs> うん <laughs> <laughs> かわいいですね私今ちょっと眠,眠いのよみたいな <laughs> <laughs> そうかまだいいから ちゃん眠いのよみたいな僕の感覚と今10時ぐらいの感覚なんですよね10時か11時ぐらいかけてずっと僕も朝何時に起きた今日さよなら今日は3時ぐらいに起きてずっと AIAI のよしじゃあ今日も始めましょうか今日は10月今日何日だったっけ十月の10日1十日の火曜日になりますかんか涼しくなったよね だいぶですね涼しいてというか、ね、寒いというか長袖が出てきた感じですねはいこれ、うん、長袖と長ズボンがないのよな <laughs> 半ズボン半端しか持ってなんからこれからどうやって生きていこうかみたいな <laughs> アイちゃん残念な顔してるけど <laughs> ななんとも言えないですたでしょうだから言ってる、ね、俺、俺、なもうあの半袖半パンでしか生きていけない人間なんで、なんかあったかいとこ行かなあかんな、寒くなるとっていつも思ってんねんけど。はい、えっと、先週の、えー、今日が10日で7日、土曜日、え日本でいうと10月7日ぐらいからか、はい、先週の週末ぐらいからまた中東が吸ったもんだしだしたっていうか、はい、<laughs> そうですね、あのバトル、バトルもう、ねもう、忙しいでしょ。 おなんかまたやるのかよと思って、いつからっなんか毎回やってみるイメージしかないんですよね、戦争。まあ、あ戦争というより、まあ世界中忙しいんでしょうだから、今。<laughs> もうもう大忙しいみたいな。大忙しいですよね。ウクライナがや,、うん、やっと終わったと思ったらね、みたいな。でね。 ええと、まずね、これね、聖書的に行くと、その通り進んでるだけって話なんですよ。うんもうその通りに行ってるっていうだけの話。う でやっぱ最終的には、これ、僕、ブログでも何回も書いてんだけど、最終的にはイスラエルってことになるんですよ。で、まあ中、内部、内部からこう、やっぱ崩していくというか、イスラエルそのものの政権を崩していって、その軍とか、そういうものが、ね、機能しない、政治軍が機能しないようになっていく形まで、うん、い,いよいよ追い詰められとったんですよね、あの,あの首相、ネタニヤフさんね。あれ結構強硬派っていうかな。まあその 言い方は言い方悪いけど、まあ、ユダヤっていうのを軸にしたというよりはどちらかというとその戦争したい方みたいな方 <laughs> やったわけよな。結構内部崩れていっとってんけどなやっぱりここへ来てやっぱり聖書通りというか、まあ、そういう流れにいってるよねっていう感じになってきましたよね。でね実際問題じゃ聖書エゼ,、まあ、エゼケール機 って言ってねその要は、えー、最終決戦っていうとこですよねはいはいまあまあそれがどうなんのっていうふうなどういうふうな流れでいくのっていうことになってくるとやっぱり、うん、あの聖書通りに行くとロシアが出てこなあかんのですよそうですね、うんうん、なるほど、うん、だから、うん、ロシアが出てくると最終決戦っていうことになってくるわけよなはいまあ、まあ、ハルマゲドンっていうわけじゃないけどもまあまあ本当その今までの無理やりこう作り 無理やりパレスチナの中にこうねあん中に作ったイスラエルみたいなもんが元に戻るっていうか元のイスラエル変えるっていうかなそういうような感じなんですよだからまあどこまでその聖書通りにいくんかどうか俺にはよう分からないけどちょっとこれでも。 あそこ片づかんと世界片づかないんで、やっぱり。うん。まあ極東もそうやねんけどな、日本と朝鮮半島もそうやねんけども、うん、日本朝鮮半島に関しては、ちょっとどちらかというと、その中東ほど民族的なこう争いみたいな、宗教的な争いっていうのは激しくないんで、元がね、そんなに。だそんな根深いのは根深いんやけども、民衆っていうか、人民っていうか、まあ一般的な人たちにとってはそんなに根深いもんってないんですよ。うん。極東はね。ただ、ちょっと中東はな、 みたいなもんがやっぱり相当あるから歴史的にな。だからどこでどうなるんかちょっとよう分からんねんけども、うん、でイスラエルっていうのは建国は1948年なんですよね。で、うん、まあ,あれはイギリスが無理やり作ったっていう形ですよ。はい、だから、あね、ナチス・ドイツが1945年ぐらいに崩壊していくわけですよね。はいはい、であの、あの2、3年後にそうあ火種というか、そういうのを置いとくというか。はい はい、中東制圧というか、まあ、油やねんけどな、元はです、原油っていうのがあんねんけど、まあまあ、悲願というかな、イスラあのユダヤの地っていうのを作っておくっていうのが、やっぱり悲願やったんで、あそこにこさえたですよ。で、まあ、今回、その金融が、米ドルですよね、米ドルがこう崩れていくっていうか、基軸通貨から外れていくっていうのが金融、はい、要は金融派遣,派遣ですよね、金融のね、原油を元にしたねで、これが崩れていってるわけですよ、今ね。 で、これ元はどっからなんかって言ったらやっぱりイギリス、うん、ロスチャイルド家ですよ。うんうん、で、あの金融が崩壊していってるわけですよね。で、うんうん、あの、イスラエルに相当金を注ぎ込んだっていうかな、建国の父っていうわけじゃないけども、金でイスラエルをこう支援して建国していった父みたいな、それがロスチャイルド家なんですよ。 はいはい、だから構図としては一緒なんですよ、同じ構図なんですよ。うん、基軸通貨としての金融支配がこう崩れていくのと一緒で、その地政学的なもんですよね、うんうん、その原因をもとにした地政学的なもんも、これでここで崩していくということは、はいはい、結果的にはそのどういうふうな経過をたどるのかは別として、やっぱり今のイスラエルっていうのは、これもう一回ダメですっていう方向です。うんうん、ただどこまでその 傷がふふ、ね、一般民衆っていうのは、やっぱりね、殺されたらかなうんじゃないですか、ミサイル飛んでくるし、ロケット飛んでくるし、ど、はい、れぐらいの被害が出るかっていうのは分からんけども、ある一定程度までやっぱりいかんと収まらんのかなと思うんですよね、これ。うん、で、今その、ロケット飛ばしてる、<laughs> ハマスか、あれガザって言ってね、ちっちゃいとこなんですよ、狭いとこなんですよ、はい、西側か、下の方やわな、西側のな、あの沿岸なあのちっちゃいとこに、あそこはハマスっていうのが、まあ、実効支配っていうかな。 過激派ってことではないんやけどね、まあ、原理主義まではいかないですよ、政治的なもんではないんやけど、実効支配してる。で、そのガザから今度追い出されたヨルガン西岸、今度、えー、こっちかやな、うんあの、ちょっと北西部、あそこはヨルガン西岸をガザから追い出されて、実効支配っていうか、動かしていってるのは、そのファタハっていうのがおる、ねうんだ。うんうん ここはそんなまたシーア派じゃないんですけど、シーア派っぽくないみたいな。要は、過激派っぽくないと。そうですねで。で、今、ガザからそのロケット売ってるのはそのハマス。で、その今度、北側ですよね。レバノン国境のとこですよね。レバノン南からも何発が飛んできてるんですよ、やっぱり。はい、はい,はい、はいで。そこはイズボラっていうんかな。はい、うん。あれはハマスと同じシーア派ですよ。うん。はい ちょっと原理主義にもうちょっと色の濃い原理主義みたいなな。このイズボラの後ろにおんのがイランっていうことになるわけよな。はいはい、支援してんの。うんうん、でハマスを後ろで支援してたのは今まではカタールとか、うん、サウジとか、うん、ああいう金持ちのとこ、あれがこハマスを支援しとってんけど、うん、その金が出てけへんようになったんですよね。この年結構。まあまあそれもまあ流れの一環やと思うんですようんで。今ハマスの後ろに今度くっついてんのがなぜかウクライナみたいな。 <laughs> はい。<laughs> これ、お前ら、ネタでやってんのやろ、みたいな感じでしょわ <laughs> かるでしょこれ。<laughs> うん、こ構図。だから、うん、どっちとどっちが戦ってるとか、どっちがどうだとか、っていうのじゃないんですよね。うん、武器と金と原油なんですよね、うん、結局。そうそう結局は、その、欲しいもの、欲しいというか。うん ほんでハマスにそのウクライナキ、キエフから武器が、ね、6割その、要はドイツとかポーランドとかアメリカとかイギリスとかフランスとか日本の金とか出したでしょ、ウクライナに、キエフに。 あれの6割から8割ぐらいがあのハマスのところに流れてるっていうのかな、あの武器が。う売ってるっていうから、<laughs> もうええ加減にせよっていう話でしょ、これ。撃るなよ、勝手にみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。要はでも、ウクライナの、でも実際問題、キエフの,そのゼレンスキーの政権の後ろにおったんはイスラエルなんですよ。現実問題な。イスラエルが後ろでこう悪さしてたわけですよ。はい、で、そのイスラエルが後ろについとってんこと、今度キエフが。 ガザのハマスの方へ武器打ってると。うん、だからね、これね、やっぱピラミッドの上の方っていうわけじゃないけども、そういうふうに動かしたい人たちのほうから見ると、ビジネスなんですよ、単純に。うん、<laughs> 商売やってるわけよ、まだね、これ。<laughs> ただまあそれに巻き込まれていく世界みたいな話なんやけど、はい、ただまあ、これはやっぱあ一定程度はもうちょっとやっぱ片付けんと仕方ないんだな、<laughs> うんうん、どういう形になっていくか分からんで、まあね、今度は南の方から、おととしやったっけあの、アフガンから引いたよね、アメリカが,が。<laughs> はい、あそこにまた武器と金置いて注ぎ込んでるわけよな。アフガンって言ったらタリバンですようんで。このタリバンがこの南からまた出てくるわけよな。<laughs> <laughs> うん、イスラエルにな、はいで、ガザでしょ、はいで、北からはヒズボラ、ではい、南からはタリバンと。ね、次、これがイランが後ろにおるんで、イランに火ついてしまうと、はい、まあその前にイランが出てくる前にシリアとイエメンが出てくると思うぞな、ここまでは行くと思うんですよ。うんはい、ただ、イランとイスラエルの本当の戦闘になるのかどうかっていうのが、やっぱり焦点違うかな。はい イランはね、もう核開発もほぼ,ほぼ終わってると思うんですよな。はいうん、だから、イランとイスラエルがこう構えるってことになってくると、もうイスラエルからさ、はい、完全に追い詰められた格好やからな、うん核撃つしかないってことになると、厄介よな、これ。確かに厄介ですねで一発でも撃っちゃうと、必ずロシアが出てくるはずなんですよ、もう。 はいはい、はい、これ聖書の予言通りになってくるってことですよね。最終決戦ってことになってくるんで、なんだからそこまでどうなのいくのかどうなのかちょっと様子見,見ながら見てないとっていうことですよね。はいはいはい。まあだから忙しいでしょ本当。うん世の中<っ>世の中がもうなんでこんなすぐまたあっちゃこっちゃ手当りだ。<laughs> あっちゃんこっちゃバーンバーンバーンババ,バ,バーンってなっちゃうから見ててああまあ結局なんか欲しいのねみたいな。 あなるほどね情報社会だね、情報統制だねっていう風に思いますけどね、どこまででどうその手打ちになるんか、うん、どこまでいくんか分、はい、かんないですけど、やっぱりインフレ、物価高、まあ、これはちょっと日本は覚悟せなあかんかわ分からんな、はい、今回はな、もう。うーん だから、このままそんなに激しくないところで収まっていけば原油だかっていうのも、そんな大したことないと思うんですよ、うん、ただ、こ,こじれにこじれて、イランまで出てくるようなことになってくると、これ、原油止まると思うんですよ、やっぱもう。うん、だって止まると思いますね、確かに。うん、あそこはあのあの非常に大事なシーレーンがあるんですよね、やっぱね、うん、イエメン、イエメン、知ってるでしょ、イエメンなんかね。あそこでほ,ほぼ95%ぐらいの単価が、日本に来る原油の単価が戻ってるから、うん、あれ、閉鎖されてまうからな、うん、起こると。 でなるとやっぱり一時的に原油が入ってこないってことになるから車走れませんみたいなだから車のね原油がた <laughs> 高くなってくるっていうのがあるから車の事情も変わってきますよね、まあ、だから俺思うけどもうみんな健康のためにそんなた自転車乗ろうよみたいなまあね <laughs> 本当はね本当はそうなりますわな歩きましょうよとかな、うん、であとまあ <laughs> えっとちょっと今日みんなに言っとくのはやっぱり有事の緊張いうのはもうちょっと続くかなと思う有事の緊 ゴールドゴールドはもうちょっと持っといた方がいいよ、やっぱりこれ。<laughs> あ,すね、でもあれですね、だいぶこう、まっちゃんと話してるとね、この間も不動産のなんかそういうセミナーの収録があって、セミナー収録行ってきたんですよ。そう言ったら、本当にその話をしたら、あなたはあの動画制作の会社の人間ですかっておらわれましたからね <laughs> な。どういうこと要はそこで要は今の 世の中の動きと不動産歌詞の話とかを、ちょっと懇親会の時にちょっと僕話してたんですよ、ちょっと。何気ない会話で。うん、で、ャンから教わった内容をね、で自分の中で解釈して、うん、そしたらびっくりされたってことですね。<laughs> あ,<ー>あなた動画制作会社の会社人間ですよね。どうしてもなんでそんなの知ってるんですかって言われますからね。<laughs> あそれだけあるでしょ。ちゃん結構いろいろそういう、なんていうかな、そういう。はい。 なんでかいろんな人と会って、はいはい、その懇親会なんかでいろいろ、こん今回こ,この動画でねいろいろみんなで学んでることを話すると、はいなんか、人によってはあなたなんでそんなこと知ってんのみたいな。そう、言われます、言われますよ, <laughs> ますよえ。なんであなたが知ってんのいや、もうそれはもうそういう,こう,こう,いう対談やっ,てるやってるんですよって言,って言うと納得ないか,か逆にだからなんでそんな情報まで知ってんのって言わ,言われますけどね。で、平然と言ってるから、あれ、映像制作会社の人じゃないねとて言 <laughs> <た>ま,<に笑>まあ 勉強になっていいよね、みんなな。うん。すごくだから、この動画って思うんですけど、やっぱ見た方がいいんですよ。本当ね、うん、言ってる内容はちょっとちんぷんかんぷんな時、たまにありますけど。たまにありますけどね。タバコ吸ってるしない。そうそう、吸って。そう、収録なの、に吸ってる、<草>こう。タバコ吸いながら。コーヒ飲みながら。もういる ありえないですけど、まあいいや、まあまあでも、これも一つのほら、発信の材料なんで、かまあ、僕,僕の話してるとことって、どちらかというとその、ニュース的にあいつがああなって、こいつがこうなって、こうなって、こうなってっていうことじゃなくて。 うん、そのもうそんなことはどうでもいいんですよ。そんなことはどうでもよくて、どうなるかみたいなこととか。結局、最終的にどこまでいけるからだよねで。大きな枠組み、どういう感じで流れていってんの、うん、みたいな話なんで、細かいことは言っても仕方ないじゃないですか、実際に。うん、細かいことは自分で勉強しるって話ですから。もう知っても仕方ないんでな。で、<ー>中東のさっきの話なんか行くと、もうね、ぐちゃぐちゃに。うん、あの 糸が絡まってるから、もう一個ずつ見ていってもな、もうぐっちゃぐちゃに絡まってるんですよ、やっぱね、長い間の歴史の中でな。だから大きな流れっていうかな。で、もう一回整理すると、じゃあ世界は何で動いてんのみたいな話ってあるじゃないですか。<ー>これね、一言で言うと、ちょっとみんな笑うかもわからんけど、やっぱ聖書で動いてますよ、明らかに。うん。聖書の通りに動いて。 これは予言的なものがすごいからそうなっていってんのかもしくは予言の通りにそ進めようとしてる人らがおんのかとか予言の通りに進めようとしてる宇宙の法則になってんのとかいろんなことがあんねんけど全部なんですよその通りにやっぱ進んでるんですよねははい、はい、はい で何回もこの動画では言っとるように、今回のその聖書的な最終決戦が終わった後っていうのはもう予言にはありませんみたいな。うん、もうここで終わりました,みたいな。そうですね。<laughs> はいはいはい。だから終わりなんよ、これで。そうね、俺はいいね。終わりっていうと、なんかハルマゲドンで人類に別望するんだとかな。はい,はいはい。いろんなこと言う人おんねんけど、それはないのよ。もう一回始まるだけの話なんで。はいはい、だから再編なんですよな、ね。だから。はい この動画で言ってるよ、やっぱり2000年分の再編になるよ、<laughs> 今回これ最終決戦やから俺すごくないこんな時代に生きてるって俺タバコ吸いながら適当にいやまあすごいですよだからね<え>この時代だからいろんなものが入ってくる情報社会になってきてだ物理や科学や全部投資されてるからいや本当この時代ってびっくりするほどにこの格差が大きいんですよ、うん、本当にだから 情報格差もそうだし、世の中の格差もそうだし、知識の格差もそうだし、本当に一極化している、うん、なってすごく感じますよね。今日みんなに怒られそうやな。お前のおっさん、タバコ吸いながらお前みたいな。あま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 あ。いいのよ、会社じゃないから今日は。そう,そうそうそう、会社じゃないし、まあ、あるプライベートでこうやってるし、<laughs> まあこれも逆に言えばリ,、ね、そのリラックスした状態から本音を話している番組だから、まあ別に僕も正直。 <laughs> 正直あの意外とちゃんとしてないしみたいなね。だから本当ね、うん、すごいなって俺、本当、ここのとこ思うのはな、この2000年分の赤を洗い流すというか、はい、こう、歴史がか要は、西暦が終わるみたいな <laughs>。だから、要は、その荒川を洗い出してるっていうのが何がそれがなってるかっていうと、全部なんか全部集約されていくんですよね。要は情報っていうものが今までは ごちゃごちゃだったじゃないですか世の中の情報ってそ、うん、れが1個のところに集合して始めちゃってるんですよ 1> で1個のことに集合されちゃってるってことはどうなってくるかっていうと結局それが分かっちゃうじゃないですか集合されちゃうってことは、うん、今まではバラバラで見えない隠れた仕組みになってたのが1個の枠組みになっちゃったから誰でもアクセスできるようになっちゃうんですよそういうことそういうことですよね だから、それが、今、まっちゃんが言ってることなんですよね、と思ってて。うん、だから、この、だ、いつも言ってるように、この大変革っていうか、0 0年分の大変革を楽しんで前へ行くって、すっごいわかるでしょだから、うん、当然、だからね、だからそ,うそうそうそう。今までのままでおったら、相当苦しいっていうのもわかるでしょう。そうそう、わかる。だから、なんだろうね。うん、その中で、やっていく中で、二極、僕もその中で、また二極化されていく。 例えば、まっちゃんみたいに、要は昔の弟子から紐解いていけ、とことん勉強していけっていうタイプもいるし、もう一個がいるのは、もともとあるデータベースにアクセスして、そこから引っ張り出せっていうタイプの人もいると思うんですよ。あのね 楽しむってことですよ、学ぶのを歴史まあまあまあ、映画見てるみたいな感じ。だから、すごい、みんな、ほら、ットフリックスとか見るやんか、いろいろ。で、あれでもロシアが悪者にされてる映画風のやつとか、ナチスが悪者にされてる映画風とか、いっぱいあるやん。で、ほら、ハリウッド映画なんて、ほら、日本人って、すごい変な描写されてるやつってあるやん。 ありますありますありまますすあああいう話よ、はい、結局は歴史書も結構そういう感じで作られてるんですよそう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 ,そうで,で今で言うとそれの最たるもんがメディアっていう話です <laughs> はいはいだからメディアがうまく変換してるってことですよねそこがねもう,もうあのああなんていうかなメディアがこのなんていうかすり込んでるというかなはいはいはいはは相は悪いはいはいはいりいんでるいたいなやつ。結局金正恩が相当悪いかいていういそうでもないといういういは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 いンンはいは <laughs> いは <laughs> いは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 、ね、いは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 いいはいはい させじゃああの国も、うん、あの国ではそうならないといけない歴史もあるしそういうことになってる歴史もあるからまあもちろん言ってること間違ってるところもないとは思うんですよ当たってるところもあるんですけどまあね <laughs> かりやすく言うとここの国のこの地域のこの国は一応こういうことにしときましょうみたいなもそう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 でそれにこうそうそうこういうそうそしそうそうそううそうそうそうう 民主主義と共産主義みたいな話と社会、社会主義と社会主義と,民主,主義と共産主義みたいな話ですよ。それは2構造を作るわけですう。で、それをメディアとか歴史書に載せて、あそこはああ,、はい、あなもんですみたいな。そうそうそう。<laughs> 本当そうですよ。でもそなぜそうなったかっていうのを学何にもわからんのよやっぱ、はい、そうですね。何をだから、ま。 なんかで知識がないからそれは前提で話せないわけですよ。それがいけないかなと思ってるんですよね。で、うん、その南と北、東と西で、2極構造みたいなもんですよね。で、これが今から崩れていくってことですよ。そうそうそう だから、だから大調和なんですよ、もう。そうだと思う。面白いやー、ほにそうだと思いますよ、やっぱり。二極化の時代ですよ、やっぱりね。面白すぎてな、もう。いや、でも、結今日だけ、もうな、あれちょニュース終わりで、え、あの、ジャニーズな。名前変わりましたね、またね。いや、あれな、ちょっとみんなに言うとくわ、もう、もう、もう、言っていいかな。あの、 あれ、目的はジャニーズ違うからやってることは。えー、じゃあ、大きな枠言おうか何か。日本国営放送ぶっ壊しみたい, <laughs> ういうかだから俺、相撲とか言ってるやずっと。ああ、日本国営放送ぶっ壊し。わかりやすいの NHK 解体ですよ。や,やろうとしてる。<ー>うん、なるほどね。うん。結局そこなんですよ。<ー>で、NHK を解体というか、NHK の権威失墜というかな。 なるでしょ、分かりやすいと。視聴率落ちていくわけですよ、NHK なんて嘘ばっかりね、みたいな。ここまでいくと、後の民放も引きずられてやられていくわけですよ。テレビかな、メディアそうですよね。だから、世界的にテレビというメディアはもう終わりねっていう話ですよ。これもう、よくわかるでしょ、言ってることはわかりますよ。だから、その情報的なもんとか、いろんなもんも分散型みたいな、こういう YouTube、ひっくるめてね。 テレビを見てるとは年々例えば年取った人たちがさ今6070の人たちがいなくなればいいあとで30年か40年たち例えばテレビはなくなりますよだって人口が入れ替わるんだもん。 今の世代の子たちがまずテレビ見てるかって100%見てないわけです。まあ、100%ではないですけど95、95%は見てないわけですよ。5%は見てますと。じゃあその人たちが電解が入れ替わったら、ただテレビはなくなります。テレビの元本はなくなります。それは分かってます。それまあ、ただ、今はまだ高齢者が圧倒的、比率的多いけど、これが30年間ぐらいで入れ替わるから、 30年間ぐらい後じゃないですか、僕言うとテレビ観点だけなの。どう思います断子世代よな。はいはい。この人たちってもうあと10年ぐらいなんですよ、実際問題。ああ、そっか、10年か。したら10年後か。うん、そう。10年から15年だから10年後になんかね、僕の想像だともうね、今 AI が早すぎるから、もう AI の方で全部情報とかで統一される時代なんじゃないかな。だからな、僕がうんと、俺今55なんよ。はい、65ですね、1年後、ね、65でしょはい。僕みたいなのが年寄りになるわけですよ、今,今度は。 そうですね。相当変ななんかこれ。はい、<laughs> いや、いやガザリーと変わる。<う>ガザリーと変わる。わかるの？もうね、ガザリーと変わるマッチョみたいな人がね、なったらね、もうガザリーと百八十変わる世の中。そうでしょう。はい。六十五いうことは年金今,今の今の今で言うと年金もらえるぐらいの年齢ですよ。うん、まあ俺の時は十年ぐらいで七十とか七十五になってるやろうけどね。はいはい、ただガザリとか。 そう俺が65こんなおっさんが65になってたら世の中だいぶ変わってるよそらほんとだよねそういうことなんですよ分かりやすいだねほんとだよね,だよねマジだよねどれだけ変化するかこれからほんとっすよね <laughs> だからやっぱ頭の中がまあ僕俺ぐらいの年齢の人でも相当柔らかくなってんと生きにくいよねって想像つくでしょこれ、うん、いやほんとに 役人のガチガチの頭やったら生きにくいよこれいや100%行きたくないよ当。<laughs> いや、わかる100%分かる一番大事なことってなやっぱりいつものどいつもの通りのお話と一緒で何があっても大丈夫だぜみたいな感じとか、うん、何があっても楽しんでいくわみたいな感じとかなこれなくなれ山で草 なんか食べれる草と食べれない草とこう仕分けしながらやるのも楽しいよねとかな極端に言うとかも,、はい、もうそれぐらいの頭の柔軟さがなかったらもうダメよほん,ほんですよね、うん、マジと思いますわ僕も、はい、分かってきたよこれで分かります分かります、うんまあ、みんなねこれ見てる人は、まあ、いつも通りの話ですねみたいなはい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 ,はい、はい、<laughs> じゃあ今日のテーマは何 き <laughs> 今日のテーマはですね、具体的に言うと、もう二極化の時代ですよ、情報各社っていうところのテーマで、今日話したくて、うん、さっきも言ったように、情報があるなしだけでもう人生は激変するって話をしたんです、うん、テーマとしてはね。 うん、で例えば今回のイランの話でその戦争の話もそうですけどやっぱりその情報も持ってれば、まあ、今後原油がなくなってくるというイメージが湧くので対策が今からできるわけじゃないです。うんうん、今のうちに大量に買っとこうもできますしいろいろとできると思うんですよね。やっぱりそれと同じようにやっぱり人間の情報格差でもうどんどん変わってるのでその話をちょっとしていきたいなっていうふうには思ってますと。 で、まっちゃん自身、いつも、歴史を学べと、さっきも言ってますよね、うん、何度もね。でも、その通りだと思ってて、やっぱり、SK を学ばないといけない、それも情報の一つだなと思ってて。うん、あとは、その情報をどう活用するか。うん。で、あまりにも活用できてない人が多いなと思ってるんですよね。うん。例えば、一個の物事をやる方にしても、なかなか動いけないとか、活動できないとか、それを、持ってる情報をうまく変換できない、うん、人に伝えることができない、うん っていうことが多いと思うんですけど、うん、まっ、あまあ、ちゃん自身ってどういうやつて見てますとね、うん、っていうテーマで話したいけど、どうですか,なんかんなでもやっぱり学ぶことの大切さっていうのは、ここへ来てやっぱり浮き上がってき、うん、ますよ。これから先、もっと浮き上がってくると思うわ。うん、でね、うん、その今までその学ぶというか、勉強みたいなイメージでみんな持ってないけど、それってただの偏差値とか学校の,、うん、その歴史とかな、うん、ほうであと算数、数学。 うん、あとなんかいろいろあんの細まごあんねんけど、あれっても機械がやるから、うん、みんな全部。うん <laughs> どう考えたってこれな。機械がやるわけですよ、そんなもん。うんだから、学ぶことの大事なことって結局、歴史的なもの。はい。と、あと哲学的なもの。はい。それと、まあ宗教じゃないけど、宗教観ひっくるめて、その神的なもの、宇宙的なものですよ。はい。だこれぐらいしかないんですよ、学ぶことってな。はい。 うん、で、これって勉強っぽくないやん。なんか楽しいでしょ。<laughs> すっごい楽しい楽しい。しいうん、死ぬまでやらないあかんみたいなな。はい。なんこういう学びに変わると思うわ、世の中、これから。はい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 。うん、だから、これテストで測れないのよ。<laughs> うん。わ <laughs> かるこれ何,が何年に何やりましたとかな。何年に誰がどうとか。はいはい、そういうレベルなの話じゃないと、はいはい、大まかな流れというか。はい。 うん、もっと宇宙的な大きな流れというかな、はいうん、そういうもっと神に包まれたような学問です学問というか学ぶ <laughs> そこへ変わるんですよもう。っ、う、て、ん、なると学校意味ないよねってなるでしょうこれどう考えたってなうんだから情報っていうかその目の前の切り取ったものだけ見てたら何にもわからんっていうのそこだけですよだから何でもそうなんですよ、うん、奥の奥を探って探るというか探求する。う 奥奥の奥これはまあ、うん、自分の内側の話も一緒ですよ心の内側も自分の内側を心の奥の奥の奥をえぐっていくえぐ,えぐっていうか深掘りしていったら答えはこうなりましたみたいな話じゃないですか。うんうん、だからある程度歴史的なもんとか哲学的なもん学ぶことより考える力やな。 うん、で考えることをするには事実を知らんと考えようがないじゃないですか判断のしようがないんですか。だから学んで考え自分で考えて自分の心に通って自分の出した答えに沿って前へ進んでいくと、うん、それだけの話やと思うんですよだから、うん、あの流されるまんまに生きてたらダメよねみたいな2極目の話違うんかな、うん、これ単純に、うん、目の前の情報に多さをしてるみたいな。<laughs> そういうことやんな。はいはい、そうですね。だから、すごいいい学びの時代になるん違うこう、上辺だけのなんかこう、ね、おぼ記,憶記憶力良かった今まで点数良かったんでしょテストって。うん。うん、あれ、記憶力やもんな。そうですね、記憶力ですね。うそれも嘘か、ほんまかもわからんもの記憶してるはずでしょ、うん、なってるわけでしょ、うんうん、そりゃね、ダメよ。うん、なるほどね。<laughs> <laughs> だから、じゃあ、つまるところ、何なんか情報の2極化って、あいちゃん言ったけど、でも何なんかって言ったら、最後は考える力ですよ、やっぱもう。はい,はい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 。自分で考える力ですよ、やっぱ。うんだから、ワクチンから始まって、そういうのやってるんでしょ、今。確かに、やっ、ね、自分で考えるっていうことですやっぱ。確かに、自分で考えるってことですね。<laughs> も<う> <laughs> でも、自分で考えるためには材料いるわけやから、だから、歴史学んでないと、何にも分かりませんみたいな話。まあ材料を調理するのは僕らですからね。 人間ですからね、うん、から材料を持ったものにくこうまくシャカシャカシャカって料理してはいチーンってやらなが僕らだからそれをやらないといけないなってすごく思いますねやっぱりね、うん、だから、うん、やっぱりだからねどうやったって自分で考えて自分で結論出して自分で行動していくっていう時代に変わっていくわけなんで、うん、多様化せざるを得ないんですようん、うん、70億人いれば70億人みんな違うってことになってくることでね、うん、どうやったって多様化するんですよ 太陽化の時代で、その、その中でも、やっぱ世界の中でも、やっぱ10人ぐらいは機能を置いとっておるんですよ、同じ考えで。で、そういう人たちが共同体作っていくって話ですよ。そう,いうのになるんですよ、これ。はいはいならざるを得んのよ、これ。<laughs> ただ、愛ちゃんが言ってる情報化の格差っていうのがそこやと思うんでな。だから、共同体の中に入っていけない人とか、はいはいはい、うん。もうどうしようって止まってる人とか、はいはいはい。ワイワイ、ワイガヤガヤ楽しんで先行ってる人とか。 まあそういうふうになっていって、最後はまあみんな同じようになっていくって感じだと思うんですよね、30年ぐらいに。うん。そんなイメージですよね、た分な。ただまあ、ね、実際20年、30年かかって世の中がそういうふうになっていくって言ったって、やっぱり同じ、なんていうかな、その一生っていうか死ぬまで、この肉体が朽ち果てるまでって、やっぱり楽しんでいけないともったいないじゃないですか、実際ん。そうだと、そのコスを生むより、一生懸命学んで自分で考える力持とうよみたいな話よ。 はい,はいはいはい。うん、でまあ何回もこの動画で言ってるようにやっぱり行動になってくくんで最後な。うん。これだけ考えて結論出せても行動してなかったら行動ができなかったら意味がないって話になってくる。うん。そういうことでしょうん。だからかん行動しながら今度考えていくってことです修正していく。ははだからこの愛ちゃんが今日テーマで挙げたその情報の二極化とか情報、はい、その情,情報格差社会みたいな話ってつまりところを言うと、はい はい、生き方の選択が自由自在になれる人、実は自由自在になれない人みたいな感じ。<laughs> 生き方がね、うん、分かる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 うん、うんあ、すごい分かりやすい、そうそうそう。だから、どうやったって今までのその嘘八800の学問というか、勉強的なもの,の,、うん、のがこびりついてると、殻破れないよ、やっぱもう。うん で本当はどうなった簡単な話ですよ。車もなかった時代はどうなったのとか飛行機なかったらどうなったのとか、そんだけの話ですよ。うん、そこは一回戻ってみるってことですよな、うん、やっぱな、うんうん。ね、だから、いや、自分で選べることのできる人生っていうふうにか変わっていきますよ、生き方がね、うん、なるほどね。はいはい。うん、だから、学んでない情報、その目の前のことだけでうおうさをしてると、 何かな自分の中の心の中の確信を得れないっていう形になってしまうわな、うん、どうやったって。うん、はいはいはい。だから、この動画やってるわけなんでね。そうですね、確かに。そこでもみんながその学んでいくきっかけというか、はい、あそうなのね、大変。だ,いいだから学んでいくという、学びという哲学をきちんと、だから、なんだろう、なぜ学ばないといけないんですかっていう疑問に対して、きっちり答えられる大人でいたいですよね。 うん、それは簡単で、うん、自分で自分で考えて自分で選択して自分で行動して自分で責任を取るっていうのがやっぱり正しい生き方というか、うん、人の当たり前の生き方なんですよそもそもが、はい、でもそれやるためには何もわからなかったら無理って話ですよ単純な話だと思うでもう,うんだこれからの,その世の中的なもんってもっとシンプルになっていくと思うぞ、うんですよな 自分の心に問うっていうことが全てになってくる世界だとうん、うん。そういうことやと思うんですよ、ね。なるほどね。うん、確かに確かに。同じ時代の同じ場所に一緒に生きてるのみたいな人らがこう、<laughs> いっぱい出てくる、ね。<laughs> いつの時代の話してんのみたいな人とか、うんなんかあっち宇宙人みたいねみたいなとか、なんかあの人ら原始人みたいねみたい, <laughs> みたいなとか、だからもうないよ、その枠が、囲いが。 なんで囲いの中入って何かしますみたいな感じじゃないよ。<laughs> うん。すごいいいよな。いつもの動画通り、すんごい楽しいよね、これ、みたいな。<laughs> <laughs> うん。深いんですよね、めっちゃ。だから考えちゃってね。だからね、それに関してね。実験してるから、<laughs> そう。で、すごく思うのが、まあ、まっちゃんは違う世界かもしれないですけど、やっぱり僕、今、すごい AI の勉強してるじゃないですか。で、その時に、本当に世の中の人たちが、 なんだろう AI を活用できる人と活用できない人の二極化とか勉強しようとしてない人たちとしようとしてる時の二極化が激しくてすごいこれが生々しく見えてくるんですよ。うん、で,で結局それってやっぱりそのきちんとした歴史だったりとかことを知ってればこんなの勉強するべきことだよねとかある程度知見は理解していた方がいいよねっていうのに否定的になる人が多くて、うん、ああ全然理解してない人多いんだななんでだろうなと思ったんですよね疑問 それは簡単に今までのままが続くと思ってるってことですよね、うね、そうなんですよね。今のままがまだこの未来、英語続くと思ってたりとか、はい、あとはその、そんなことになったら自分たちの仕事がなくなったら大変だって思い込んでるみたいなで。でもね、その AI 的な技術生成発展みたいな話って、はい、これあの、イギリスの産業革命見たらもう当たり前なんですよ。 あのー、その政府のシステム的なもんとか、行政のシステム的なもんとか、はいはい、あと仕事のやり方とか生きていき方みたいなものも、はい、の AI が出てくる、はい、発展していくことによって、まるっきり変わるんですよ、もう、はいあのー。仕事がなくなったら大変だとか、どうしようとかっていう人っているじゃないですか。はいるいる。そういう人たちって、やっぱり AI にとって変わられるしかも仕方ないんですよ、これ今回はそう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 。 うん、だから、だからそれを学んで分かってれば、<う> AI を学ばなくてもいいんでそ、そういう目の前に来る現状っていうか、現実を分かってればな、どうやってその AI を使って、自分のその生活をもっと遊び重視に持っていくかみたいなやつですよ。だから、今まで8時間、10時間かけて作業しとったもんを、AI が勝手にやってくれるから、1日1時間でいいよねみたいな。 あとは畑行って海行って遊んでますみたいなな。うん、でもこういう生き方ってできたらすごいいいわけでしょ、うん、でしょ、うん、だからやっぱりその考え方ですよやっぱその,その人の。うん、だからいまだに1時間8時間働1日8時間週5日働くのが当たり前だって思い込んでる世の中じゃないですかうだ。これ変わるからなはっきり言って。うん、うん 1>, いい1週間に1回でいいんじゃないのみたいな。うん、ってなってくると、そのサラリーマン的ない人はもう仕事なくなったら大変だってなるわけでしょ。<laughs> うん、でもこれも仕方ないんですよ、世,界あの,世の中の流れなんて。だからいずれそういうのもベーシックインカム的なものになっていくと思うんですよ、もう。うんうん、この一回、今回の通貨がリセットして、それはいつになるかわからんけども、今回の,その通貨リセット的なもの含めて AI の生成発展加速するから。そうなってくると、 いや、人いないのねとか、うん、なってくる、うん、商売によってはな。うんうん、だから大抵の人、大半の人はも仕事なくなっていくんですよ、うんうんで。そうなると、やっぱベーシックインカム的なもの流していくってことになると思うわ。はい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 。どうやったってな。 うん、やっぱりりそうなりますよねだから結局分かってる人は別に学ばなくったってその活用事例っていうのがまあ頭の中で想像できるわけじゃないですか、うん、ある程度それは知見があるからよよ未来予測できるんだけどいいんだけどそうじゃない人はあまりにも多いのかなって思っていてい、うん、ただこのベーシックインカム的なものの枠組みっていうか囲いの中に入ってしまうと、うん、また元の木阿ってなるんですようん分かりやすい言うと管理されてしまうわけよ完全に。ははははいはいはい、はい わかるか,な,かるな。いやそんなもんいらんから自分でやりますみたいな人たちとま,また別れるんですよ。うん、<laughs> なるほどね。はいはい。わか,からんよ金額的に今の日本円でいくと月15万なるんがなんか知らんけど一人が必ずそんな時代来るんですよ。でもそれをもらうってことはやっぱ条件つけられるわけよ。いろんな。うん,うんわかるよ。言って言ってる意味わかるでしょ。うん、だからやっぱそこでもまた別れるんですよ。うん,うん。いや自分たちでやっていきますからみたいな人と。 はい,は,いはい。言うんうか、こう与えられたもんでこう踊ってる人みたいな。<laughs> またそこで別れるわけよ。これ、うん、当分続くんですよ、そういうのがうん、うん。だから、いつもの話じゃないけども、通貨的なものに価値を置いてるからそうなるんですよ、話が全部うんで、これ、自給自足的にったらそんな話にならないじゃないですか、大体。うん <laughs> そういうことでしょ。だから やっぱりね、自分の頭とか生き方的なものも、もっと自由な発想で分散させておくってことですよ。それ、リスクヘッジっていう言い方するねんけど、そういう言い方するじゃないけど,どう、どうなったって楽しんでやっていくわっていう,こう意思というか、心構えというかな。だから、その気持ち的なもんとかそう、もうそうじゃないですか、なんかあったら本人めっちゃ困ってるから大したことないよっていう話っていっぱいあるやんか。あれと一緒よ、はいね、要は。うん どう捉えるかですよ。ポジティブ、ネガティブっていう言い方、俺、あんま好きじゃないけど、もういいように捉えとったらんですよ、別に。そうでしょ ?1 日2日ぐらいダメージ受けると思うけど、すぐ立ち直って、いいように全部捉えて、これ、神様言ってるんだと。だから、こっちの方がいいよねって思ってればいいわけでしょ。そういうことですよ。やっぱ生き方とか、子供の教育も俺、それやと思うわ。うん 教育的なもんとか何ていう考え方の根本みたいなものを学ぶっていう,うそこやと思うぞなうん結局死ぬまで自分はどれだけ楽しんで生きるかっていうのが俺テーマやと思うからなでいつも言ってるように死んだ時にああよかったわっていうのがテーマやと思ってるから <laughs> でも生きてる間にはなんだかんだ吸ったもんだ出てくるわけでしょいろんなことがでもそれはいいよねって思ってればいいんじゃないの、うん はい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 そうですね。うん。まあなんかすんごい大層なこと起きてるのになんか笑ってこれもいいよねって言ってたらそういうとみんな幸せになれるじゃないですか。はいはいはい。うん、あの人あんなひどい目にあってんのに笑ってるわみたいな <laughs>。本当ですね。確かに。<laughs> 私のことなんか全然大したことないわみたいな。<laughs> そういう感じやと思うよ。なるほどね。 この辺がね、なかなか皆さん理解できないから、そう皆さん新しいもの勉強するのも怖がるし、何をするから、ね、やらないといけないなっていう感じだと思いますけど、ここがもっと上のレベルまでいくはずなんですけどね、うん、なかなかね、うんうん、できないからって思うけど、なるほど、理解できました。じゃあもう、堂々巡りをやめようよっていうことやと思うよこの、こだいぶみんなもう抜けてきたと思うだよ、もう。さなんかこう すがすがしかなってきたんちゃうからみんなうん。みんな原理原則ができてないんですもん。うん、なんでそれをやらないといけない、なんで行動しないといけない、その時に応用だと思うんですけど、みんな先応用しちゃうんですよ。うんって思いません、ね、まっちゃん。んねもっとシンプルでいいと思うんですよ。シンプルな話なんだけど、みんな応用から手をつけていくから、シンプルなことが分かれば応用ができちゃうんで、あとはそれを繰り返すといいだけじゃないですか。 なんで一概にそれをやる人が多いのかなっていうのは、うん、最近すごくいろんな人と話してても感じてて。でやっぱり、今の話でいくと、うん、今までっていうか、世の中の,そのシステム的なもんみたいなもんを、やっぱり信じ込んでる、うんうん、だからう、ね、幻想的なもんですよ。目の前のね。幻想的なもんを。はい しか信じるというより考えもしないでその考えもしないでそうよねと思ってるみたいなやつですそうね、<日>そうだよね。うん、だからこれ通貨的なもんもそうですよ、結局は。そうです結局はそうだよね。うん、で、証券とかな、うん、債券とか。で、うん、あとまあそ、そういうもん全てですよ、だから言ってる。のだから、うん、こなんで ちょっと、俗っぽい言い方するで今日は。俗っぽい言い方するとなんで現物が浮き,浮き上がってきてるかっていうのはそういうことですよ。わかりやすいうそうでしょ はい、だシンプルな話なんですよ、これ、そういう続投や、ねねうん、から株がいいんですかとか、ユーロがいいんですか、ドルがいいんですかとかな、うんうん、ロシアルーブルがいいんでしょうかとか、どこの債券がいいんでしょうかとか、いっぱいあるわけ、質問がありますね、それ、うん、それ神ですから、ただのみたいな、本当ですよね、うん、だから、もっとシンプルな話なんですよ、はい、だからな、現実的に今、現物になってるわけでしょう。はい そうでしょゴールド、シルバー、不動産、あと、船とかヘリコプターとか、あとはスーパーカーの極端に球の少ないやつとかレアモンとか、要は完全に現物でしょ、今価値持ってるもんって。なんでそうなってんのかってシンプルに考えたら分かるんですよ。確かに。ペーパー何の意味もないよねって分かってるってことですよ、だから。 でもそこへたどり着くっていうかもともとそんな気もそ,そんなことありえんやろと思ってたらそこもそうなるしなりますねはいで歴史を知らんかったらそうなるしはいが歴史では70年か80年に一回同じことやってるからずっとうん <laughs> 神一回やめますとかで政権一回壊れますとかいや日本でもそうでしょうがだってへ何やったっけえー、っと えと平安時代奈良時代があってぶっ壊れて、はいはい、平安時代があってぶっ壊れてはい、はい、鎌倉時代があってぶっ壊れて豊臣秀吉とかな、はい、織田信長とかあってぶっ壊れて、はい、で徳川があって徳川もぶっ壊れて明治維新になったわけでしょう。なりましたね。<laughs> だからこの明治維新から今続いてのこれも今回ぶっ壊れるわけです。何ら難しい話じゃないですよだから。そうですね、何ら難しい話でもないですね。何か知らんけど、それが続くと思い込んでるっていうこの。だか,だから皆さん、今の現状を、やっぱり今の現状を続くと思わない方がいいんですよね。やっぱりそういうことですよね。いや、思わない方がいいんじゃなくて、今回の変化は大この大転換やから、これ。だから入れからやから、今のままでやったらもう。 破滅すると思えばいいんですよねそうそうう破滅といよりな、愛ちゃんな、心の破滅ですわ。心が追いついていけない状況になるってことですよ。だから心が追いついていけないってことでね。何書いてんのいや、メモメモメモ。じゃあなんか、今度教えないといけないんですよ。そういうのを AI について今度僕がね。で、その時にいろいろと僕調べてるわけです。勉強してるんですよ、出来からいろいろと。 表現が難しくて、なんかどうやって伝えていいか分かりやすいかなっ、うん、確かに心が追いついていない状態で、その通りだなと思って、書きました、ね。情報格差っていうのもそこ、そこやよ結局は。うーんなるほどね。ああああはいはい。もう混乱、心が混乱するわけよ、まあ、あれが。いや、はあれ、心が混乱するから情緒不安定になるんでしょ。情緒不安定になるから、要はあなたはだめになっちゃうから、それを情緒不安定になるのを、要は整理整頓しましょうねって話だよね。 で、その情緒不安定的になると判断間違うわけでしょ正しい判断ができないじゃないですか。うんはい、はいはいはい。でしょはい,は,いはい。ほん今度どうなるかって言ったら人のせいにするわけまた。人の原因にして文句言うんですよね。人のせいと社会のせいとするわけよ、今度な。はい。これますます、ますます心がまた、こうなんていうのかな、ついていけなくなっていって。この懐がついていけなくなるってことね。そう。で、これから新しい方へ行った人たちから見ると、 何あの人みたいなことになるわけよ。はいはいはい,はいはいはい。分かるやろ、これ、完全に。なるほどね。はいはいはい。だからもう単純に言うとな、前向きな人よ、これからすんごいええのうん前,前向きでな、もう自由で前向きで何でもありみたいな人うん。うん。だからみんなを幸せにしていけるような人がこれから浮かび上がってくるから、必ず。 なるほど、ケーですとか。うん。ケー、オッケー、理解した。いかんでございますとかな。いかんでございます。過去はこうでしたから、今後もこうでしょうとかな。なるほどね。すっいダメよ。うん。切り開くってことやから。はいはい。今までになかった発想で前行くしかもうないからな、これ。はい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 。でも、おもろいな。でも、今までになかった発想で前を行くっていうのもちょっと違うんですよ。もっとわかりいでもな、 そうなった時って何をどうしたら前行けるかっていうのをちょっと今日最後し介。はい。過去の歴史を学ばんとは分からんのよ。だから、一回戻るんですよ。うん、やっぱり。うん。原点まで。うん。うん、何回か言ったでしょ、うん、この動画でも。はい。過去の歴史の一番原点のとこまで一回戻るんですよ。うん。で、その原点のとこからの道がよじれてるからこんなことになってるんですよ、今。で、原点。原点がよじれてる。はい。 原点から今まで進んできてるでしょ、2000年。はいはい、どっかでよじれてるんですよ、行く方向が。だからそのよじ、道がよじれる方向のとこまで戻らないかもけ一回。そうでしょ途中が曲がってんねんから、はいはい、全然あり,ありえもせん方向行ってるわけやから、今。はい,はいはいはい。それはだから、中東の戦争も一緒,一緒のことですよ。うんよ糸がこじれて、こじれて、よじれて、よじれて、2000年、3000年分よじれてるわけでしょはいはいはい。そのよじれる前のとこまで戻らんと。 うね、確かに、よじれてるからきつくなっちゃって離れなくなっちゃうから、すごい辛い状態になっちゃうから、うん、それをうまくほどいてほどいて、糸みたいにまた戻して、一本の線にしないといけないってことですよね。でもそれをほどいてほどいてっていうのはもう無理なとこまで来たわけよ。<ー>はい,はい,はい、はい、ほどくのがちょっとさすがに限界だから、じゃあもう切るしかないかって。これ,これは今回のグレードリセットですよ。そこまで戻るってことですよ、一回。全部をクラッシュさせて。うん、はい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 。 ほんなら、いや、一からやり直しゃええだけの話じゃないですか。だからな、物事って何でもそうなんやけど、糸が絡まったらな、絡まってるものをこう、ぐちぐち、釣り、釣りの糸やったらな、俺らな、ぐちぐちに絡まってるものをほどいとったら2時間、3時間かかるわけよ、はいはいでも、切ってしもたらええわけよ、一回バスってもう。なるほどね。なるほどね。で、糸全部新しいのに帰りゃええわけよ。ほんならこれ大体20分くらいで済むわけよ。はいはい。そういうことなんですよ。うん。なるほどね。簡単な話です。だから。 なるほど、すごい理解できた。なるほどだから、その工事こ、はい、こうなって絡まってる状態でどうし、はい、これをほどいてや、なんとかしていかなあかんと思ってるのが、うん、日本の行政、あの政治みたいな話ですよ。うもうどうにもこうにもならんっていう。<laughs> なるほどね。はい。<laughs> 無理やりほどいてそこをこう、む、はい、いで何かしようとするわけでしょ。はいはいはい。そりゃまた同じことになるわけよ。10年ぐらい経ったら。なるほどね。納得しました。これ誰でも分かるでしょ<あ>一回全部切って捨てて新しいと負けはえだけの話。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。でもそれを嫌な人たちが世界にはいっぱいおると。あ なるほどね、それが今起こってる現象ってことですよ。抵抗、抵抗してるわけよ、一生懸命。これが崩れたら困るみたいな、ね。<laughs> 困る人って、じゃあどういう人なのって言ったら、大金持ちですよ、世界の、うんうん。日本も一緒よ。大金持ちが抵抗してるわけよ、やっぱり。大金持ちとか、うん えーっと第3代続いてきた政治家とかな、で利権持ってるやつらとかなで、東大出て一生懸命頑張ってきた定年,定年間際の官僚とかな、嫌、はい、なんよ、これ崩されるのか、うんうん、分かるやろ、テレビ言ってる分かる今、官僚、クビになってトラックの運転してって言ったら嫌ですみたいな話。う <laughs> そいつらが抵抗してるわけよ、一生懸命。だからはい、はい どいつが「とか「あいつが悪い」とかじゃなくてそういう組織の話なんですよ、うん、結局。結局。<laughs> はい、なんで今まで東大が行って頑張ってな小学校2年生3年生から死ぬほど勉強して頑張ってきて東大の,その、ね、な経済学部でも何でも何でもええわ。頑張って東大出て官僚になったのに銀行、うんうん、の支店長になったのにな。 うん、中卒のやつらでも自由な発想で感性あるやつがこれから出てくる世の中なんて嫌だってなるやろ、そら。わ <laughs> かるやろ、これすっごい。わかすわかります僕。すうん、今それのせめぎ合いですよ。うん、うん。でもせめぎ合いやけど、そっちが負けるわけ。うん学問が負けるんですよ。学問が負けるんだ、うん、なるほどね。今回はな、今回は学問が負けるんですよ。これ神の言葉やから。 神の言葉、じゃあどういう言葉かっていうのを言うとこが今回は学が壊れて神が勝つって話だからな。はいはいはい。神ってじゃあ何なのって言ったら、うん、純粋な素直な魂ですよ、人のうん、うん。ここが勝つんですよ、今回は。神と学との戦いだから、今回は。はい、うん。だから、人間の心もなくて、その学問、偽学問と、うん、偽学、偽権威と、 えー、その、なんちうかな、学者みたいなやつですよ、あの変な、ワクチンの学者みたいなのいっぱいおるやろ、変なやつ。あいつらよ、<laughs> ああいうその権威、学問、学問の権威を使って金儲けして、うんね、こう世の中をこう下に見てるみたいなやつらです <laughs> <laughs> あれと神とのたた戦いやから今回は。で神が勝つんですよ今回のシ品が。って、ね、なるとどういう人たちが次幸せになっていくかみたいなってもう見えるでしょ完全に。見える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 。もうみんなだから今日の動画これで終わりやけどいや今日もまた見えたねみたいな。<laughs> <laughs> 未来が見えたわよみたいな。いやーそんな未来になるんだ<わ>みたいな。はい <laughs> もう決定されてる未来だか決定されてるんですよ、これは。れ神,神には勝てないから。こういう世界やから。最終的にこうなりますので。だから、これ日本だけじゃないからな、世界がそうなんですよ。だからな、ロシアもそうなるんですよ。はい、まあ、ロシアはそうなりつつあるからな、今も。で、今、さっきの,その世界のニュースで最初に上げた、中東もそうなるんです、最後は。 だから、あそこに平和をもたらすのは、和平をもたらすのは日本人になってくると思う、うん、俺本気で。ああいうは、ん、日本人が出ていかなあかんと思うわ。うんうん、もうそんなんじゃないと。イスラムの神とかユダヤの神とか言ってるなと、お前だと。はいはい、そういうもんじゃないんだというのが日本人やと思うわ。うんうん 犯人はお前らの中におるともっと改心せえって言って、うん、みんな長靴履いてくわもてえって言って植林、はい、せえと思ったあの砂漠でしょ <laughs> あそこに水引いて植林してで、ねうん、みんな仲良く食べていけるようにせえと、うん、日本俺らがやったるからお前らみたいなのが日本人やと思うこれ,これ最後やと思うのこ、うん、<laughs> っちはほんと俺その出番来たら行こうかな思ってるからな <laughs> 植林するとか植林するとかね。<laughs> なるほどね。<laughs> いや、あれ、はい、中国もそうやけど、中東もそうやけど、あの砂漠みたいなやついっぱいあるやろ。うん、元は違うからな。あの,うん、<laughs> あのね、グールアースってあるやろ。はい、あれでね、結構わかるんですよ。はい 元はハゲ、ハゲじゃないっていうい、砂漠じ元は木がいっぱいあって水もあったっていうのは分かるんよな。<laughs> なるほどね。でも、ねはいはい、この動画でもう言っ前,前回やったからあの人だって植林しないんですよ。はい,はいはい。行ったら切って次行くわけよな。また次のとこ切りに行くわけよ。で、日本のすごいのはね、先人が植えていっとったわけですよ、未来のために。だからそれをできるのはもう日本人しかないんじゃないのみたいな話ですよ。うん。 まあだから俺、ちょっとこう離島で畑やって海、漁師あの魚との暮らすけど、うん、そういうタイミングが来たら、一回ヨルダンとかあっち行くかもからんな。そうですね。<laughs> 職人しに行きますから。そうでまあだから、ね、55歳になろうが、60歳になろうが、65歳になろうが、うん、果ては70歳になろうが、そういう、なんていうかな、楽しみを持ってるみたいな。<laughs> 人がいいんちゃうこれからどうどうですかそうね。人だね、やっぱりな。いや、うちのお父さん70歳になってからなんかヨルダン行っちゃいましたみたいな。何でその子のお父さん、いや、職人言ってたお白しろくないな。そうっすね。お白しろいっすね。でも、それぐらいの人生の方が楽しいよな。楽しいっすよ。うん。うん。そうでしょそう。楽しいっす、楽しいです。 だから日本では当たり前やと思われてることもある国、地域って全然当たり前じゃないことってあんだよ。逆に非常識ですから、日本が。いやいや、だから植林なんかしてね、うん、その30年後、40年後、50年後に豊かな大地になるとするやろ。はい、あの人は神だったって今度言われるのになるからな、うん、結局。うん、日本から来たあの人が神だみたいな。<laughs> <laughs> そういう世界にもなるんだ、ね、な,なるから、いろんな世界があるわけだからね。だからね <laughs> 一概ににはは言えないいもんんねね本当うどうかな今日はみんな元気出たかなこれで。出たと思いますよ。悩んでる人たちが本当多いから。うん分かっている人はどんどん先に進めちゃうんですよ。うんもうこう勢いよって。でも分かってない人は置いてこぶりなんでその人たちを気づかせてあげて、えー、っともっと豊かにさせていくのがこのチャンネルのテーマだから。 そそうそうこの動画はな、うん、あの元気になってもらうっていうの元気になるっていうのと未来が見えるいな。未来、はい、が見えるようなテーマにしたいので、その話で、うん、ちょっとまっちゃんとったつまんないかもしれませんけど、うん、やってるんで。はいまあよかったね。まあ今日もみんなみんなが元気が出て、未来が見え、まあ本当リアルに見えてきたんじゃうどう、あイちゃん。うん、リアルに見えますきましたよ明確化されてますよ。見えてきたでしょ。うん、言語化さ、うん、だがすごいだから話すの楽になりましたもん、いろんな人と。要は特にそういうい頭がいい人たちだから。要は結局 その周りの人言ってたじゃないですか。その政治が上がれば周りの人の環境も変わるって、まあ、全くその通りなんで、話す内容が変わってくるので、明らかに見えてきたでしょう。見えてきますね。いやー、ハッピーよね、みたいな感じでよね。だからこの話もできるわけじゃないですか、この力道で。まあ、ちょっと、うん、まっちゃんにとってはつまんない内容だったかもしれませんけど、今日。<laughs> 来週はちょっと、あいちゃん、もうちょっとなんかいいテーマにしてな。<laughs> で、まっちゃんが思ういいテーマって何なん,なんですか、逆に言っちゃうとさ。<laughs> その、ね、まっちゃんが思ういいテーマってなんかじゃ俺が上げた絵で今なるとわけわからん話になっていくから大体だ, <laughs> だからやってもうてんねんアイちゃんそうそうだから<も>に言ってあげると意味無名の話になっていくからなうん 俺がテーマを上げてやりだすともう意味不明の話でぶっ飛んで意味不明になってくるって言ったとしてもま、まっちゃんのやつを僕がうまく変換します,しますよ、逆に言えば、意味わかんないテーマをね。もうなんか、あの世に飛んでいってますね、頭みたいな話になってるであで。でもそれをうまくあの僕、つなやるのでだまっちゃんがじ、まっちゃん自身がやりたい元気いいテーマで、それを僕が変換すればいいいな話なので、そこは逆に言いたいテーマはボンボンもらって、それを僕が選択しますよ、うん、これはかりにくい、これはいい、こっちにしようみたいな。 言い回し方こっちにしようみたいな感じ <laughs> <う>なんか最近コメント全然ないねんけどな寂しい <laughs> <laughs> みんなわかんだからまっちゃんの世界観が出てきてんがわかんないんでしょうないですかだってこの間2回言うと1個ぐらいまっちゃんのテーマでしたもん <laughs> コメントのしようがありませんみたいな感じそうそう <laughs> 要は,要はみんなねあの賢いのかわかんないんですけど本当にわかんないと理解できなくなってくると思うんではい <laughs> はい <laughs> まあ本当シンプルなだんだんよかったね見えてきてまああと はい、えっ、ー、と、ね、回、はい、を、回を増すごとに、みんな、こう、見えてきました、はい、未来がみたいな。はい。<laughs> そうなってるのね。はい、はい、まあ、そんな感じで、今日も、今から、ちょっと、えっ、ー、と、お天気良くなってきたんで。はい。マリーナへ <laughs>。行っていきますい。<ー> <laughs> 了解しました。ありがとうございます。では、また来週もよろしくお願いします。どうもです。はい、失礼します。